日本国民の皆様、おはようございます。愚民と、または当てるい陰陽で、どうでございますね。寒いですね。今日もね、まあ、空は青空なんですけどもね、こちら、まあ、湘南と言いますか。まあ、湘南と言っても、まあ、横浜ちょうどで、大船観音様がありましてね。まあ、ちょっと陸地に入ってるんですね。ただ、この大船というところは、まあ、やっぱり、船というのがつきますので、昔は、海がね、すぐそこまであったということではないでしょうかね。私、ちょっとこのパート労働で、この夜勤帰りなんですよ。ほんで、今日はですね、焼酎酒乱、朝に吠えるということでやらせていただきます。申し訳ありません。あんまり夜中に吠えますと、アパートを追い出されてしまいますから、ご近所様からすぐ例えば消防署とかですね、警察、または大家さん、宅建会社とかね、アパート管理してるすぐ言いますからね、そうするともう、アパートを追い出されまして、ホームレスになってしまいますからね。ですから、この千夜一夜物語、旋回を目指す、この、焼酎酒乱、夜中に吠えるというものもですね、まあ、朝に吠えたり、まあ、昼に吠えたりですね、まあ、夕方に吠えたり、まあ、いろいろパターンがあるわけであります。やっぱりこの一つのパターンになってしまうとダメなんですね。対応できません。やっぱり柔らかくどんなところでも対応していくというこのあれが必要じゃないですかね。ちょっと一服させていただきます。今日はどういうことをですね、お話したいかというと、これですね。見えますか？過激と過君。まあ、これ反対になっちゃってるかもしれないですけどね。すいませんね。過激と過君ということについてですね、お話ししたいと思います。まあ、過激派とかね、いろいろ、まあ、なんて言いますか、このね、昔から、まあ、朝日新聞とかですね、NHK 読売、CIA 読売新聞ですね、あとこの、CIA の産経新聞とかですね、まあ、よく過激派ということで、過激派、非常に悪いものだという、このね、まあ、そうですね、あれが出てきたのは、60年代あたりからなんですかね。で、今は世界的にも、イスラム国過激化というふうになってるわけですね。ですから、まあ、9.11 ですね。2001年の9.11 ですね。このテロですね。ツインタワーに飛行機を突っ込んだと。で、ツインタワーが崩壊し、ちょっと離れた第7も崩壊してしまったということなんですね。これは過激派がやったと。イスラム過激派ということですね。まあ、ビンラデンがやったというわけ、まあ、いうようなものを信じてる人は今、日本の中で1億人いるわけですね。まあ、で、まあ、ビンラデンは、オバマ大統領になってからですね、無事暗殺成功というふうになっておりますね。まあ、これを信じてる人は今、日本の中で1億人はいると思うんですよ。で、地球人口が今、もう70億ですね。2011年の頃は69億だったんですからね。まあ、70億いるとして、だいたい69億人あたりが信じてるわけですね。この9.11 のテロはイスラム過激派がやったということで。まあ、これがイスラム幻想なり、過激幻想と言われているわけですね。そういう、だからそういう幻想というものはですね、この間もお話したようにですね、大いなるこの、エネルギー体でもあるわけですよ。それを幻想、共同体と、
共同体では、共同体はもう崩壊してますから、なんて言いますか、幻想、そうですね、幻想、共通、共有、まあ、ちょっとまたそれは言葉考えますけどね、まあ考えます。幻想なるこの回路があるわけですよ。幻想回路体と言いますかね。それにしましょう。そういう、このね、日本で言いますと1億人が、この信じている。ほんで、地球人口だと6億人が信じているものをですね。まあ、いわゆる、どのようなものかと言いますと、今、ちゃんとね、今日からの番組はですね、こうやって、これですね。まあ、幻、幻想。あれ？幻。ちょっとね、忘れちゃいましたね。この幻想の幻がね。幻想、回路ですね。幻想の幻ってどういう字書くんだったっけよ。まあ、すいませんね。幻想、回路。まあ、共同体ではないんですね。幻想、回路。空間でもないな。幻想回路。もう待ってください。幻想回路。幻想の回路があると。幻想回路、宇宙でもねえな。まあ、人間の幻想ですからね。幻想回路。わかりました。幻想回路、これですよ。これですね。そういう、このですね、例えばね、日本で言えば1億人が信じている。地球で言えば、まあ、69億人が信じている。これです。それはですね、これ、映像の関係反対になっちゃって申し訳ありません。幻想回路新魂類というんですね。そういうもんでございます。ですから、この新魂類というものが、いわゆる、よろしいですか？新魂類というものは、この幻想回路なわけなんですよ。これが新しく、今、誕生しているということなんですね。そこで、まあ、いわゆる過激とは一体何かということなんですよ。まあ、大体、まあ、この、日本国民の皆様、ここでちょっと一杯ね、焼酎を飲ませていただきます。ちょっと頭を整理しなくちゃなりませんから。やっぱりですね、このアルコールがこの血の中に入っていきますね。この、アルコールが胃からですね、通してこの腸に入りますね。腸が分解して、そのアルコールがですね、血液なんかで分解していくわけですね。こうやってね。それをですね、脈管体制というんですよ。人間の体における脈管体制ですね。これ、まあ、ダメだな、これな。スケッチブックがもったいないな、こんなの書いたらですね。ちょっとお待ちくださいね。今、A4 の紙を出しますから。もったいないですよ。こんな、ね、これに、ね、私、これら漫画を描いて、いろいろ頑張るつもりですから、このスケッチブックにはですね。あれ？あれ？まあ、これがね、崩壊した家のね、なくなっちゃったよ、A4。あれ？マジックどこ行ったかべ？どこ行ったっぺよ？まあ、ちょっと、ありません。ですね、ほんで、何を言おうとしたんでしたっけ。新魂類ですね。これが新しく今誕生してるわけです。2001年の911テロ、これは、イスラム過激派がやったと、まあ、ビンラディンがやったというようなですね。まあ、この、まあ、私はそうも思ってないんですけども、これはもうアメリカ、もう何度も言いますが、アメリカの内部犯行で、まあ、このツインタワーの中にこの爆弾をあらかじめ仕掛けておいたわけですね。それを次々地下から爆発していって、パッと崩れたということですね。このば、あの爆弾があったということはですね、これは実際的にアメリカのこの消防隊が証言しております。地下でも爆発があったということですね。ほんで、大体、その時、救出に行った、このニューヨークの消防隊はほとんどガンでね、もう亡くなってますね。
癌でほとんどなくなっております。それはやっぱりある特殊的な、まあリチャード・コシミツさんあたりはもうこの核ですね、核この爆弾ですねが仕掛けられていたのではないかというふうに言ってますね。ですからもう鋼鉄なんかもね、溶けちゃってるわけですよ、もう。ね。鋼鉄がドロドロに溶けちゃってるわけですね。それは飛行機が突っ込んだくらいでそうならないわけですね。飛行機が突っ込みます。んで、飛行機の中にはこのね、重油か軽油かガソリンか知りませんが、それが燃えたくらいでですね、まず鉄骨がドロドロに溶けるということまではありえないわけでありますね。で、ツイッターあたりのところ高いですから、設計構造もですね、例えば上の方にこの飛行機が突っ込むということもあらかじめ、想定しながら建てられた建物なんですね、ツイッターっていうのは。ですから、飛行機が突っ込んだくらいで、まず崩壊するということは、この構造設計上、まず、ありえなかったということなんですよ。まあ、それは最初から、地下で、例えば地下ですね。次には5階あたりに、また次は10階あたりに、次は15階あたりに、次は20階、まあ、そのように、この、爆弾がですね、あらかじめ仕掛けられていたという。それが同時的にバーンと言いますね。飛行機が突っ込む。その時バーンと同時的にですね、あらかじめ仕掛けられていた爆弾が爆発するわけですよ。それは核爆弾か何だかよくわからないですね。で、一挙に伏せようとしたということじゃないですか。ですから、この大体アメリカのその時救出に行った消防隊の方は、癌で死んでおりますね。その原因は、まだ究明されておりません。細かい塵ですね、が、肺の中に入って癌になったのか、それとも放射能、でもあの時放射能ということはあまりね、まだ、911のに、ツインタービルでは問題になっていませんね。何か新しいもの、新しい爆弾兵器だったんじゃないですかね。まあ、そういうことで、まあ、この21世紀というものはですね、つまり9.11から始まったわけでございますね。2001年の。これが私で言えば、第三次世界大戦の勃発ということなんですよ。だからそこからもう始まってるわけですね。ほんで、その時のブッシュですね。すぐ、アフガニスタン侵略戦争ですね。なぜかというと、このイスラム過激派を、このアフガニスタンのタリバンが隠していたと。隠れ場所ではないかというふうに、勝手にね、この捏造しましてね、すぐアフガニスタン侵略戦争。次には、イラクにはですね、大量兵器が隠されているという。これは嘘だったんですね。そこで、このイラク侵略戦争に入っていく。ということで、侵略戦争をですね、アメリカ帝国としては、同時多発的にやったわけですよ。もうすごいことをやりましたね。膨大なこの戦争資金をそこでね、使ったわけですよね。すごいですね、アメリカってのはね。まあ、そういったことを別にね、そういうことはまだ、次に、まあ、焼酎を知らん、夜中に吠える、また朝に吠える、夕方に吠えるとかで、いろいろなことで語っていきたいと思いますけどね。まあ、今日の、やはり私は、ほら、主語ですね。国民の皆様、私の主語はですね、どこにあるかというと、これですね。主語。まあ、やっぱりこの日本なんですよ。日本ね。これが私の主語でございます。
ですから日本のことについてやっぱりこの語っていかなくちゃいけないんですね。まあ、やっぱりこの過激派というとやっぱり明治維新ですかね。明治維新のこの、青年下級武士あたりが活躍したわけですね。みんな若かったですね。西郷隆盛にしてもですね、大久保利通とか。んで、まあ、長州の、みんな若かったわけですよ。伊藤博文、山縣京介、まあ、ありともですけどね。あとは、いろいろいましたね。みんな若かったんですよ。勝海舟も若かったですね。まあ、そういった、過激構造によって、289年くらい、まあ300年間ぐらいですね。まあ300年間近くに達す、まあ298年くらいですかね。徳川家康が江戸幕府を作ってから。まあ300年間まではいかないと思うんですよ。290年、80何年かだと思うんですかね。それを、転覆したわけですからね。やっぱりどんどんまあ、共闘がすごかったですね。この幕府をね、どんどん勤労派の武士が、まず、テロですよ。まあ、テロリズムですね。暗殺していくわけですね。まあ、その前には、江戸で、井伊直弼がですね、水戸ですね。水戸の藩士によって、暗殺されて、これはテロリズムですね。これも過激だったですね。まあ、そこからこのね、ですから、まあ、江戸にもあったし、まあ、京都ですね。舞台は京都。まあ、その頃の政治は京都だったですからね、もうね。ですから、京都で伏見の戦いとかですね。まあ、会津藩がね、その頃は、幕末の頃は、京都を守護職として、京都の、治安をですね、会津藩が担っていたんですよね。で、まあ、別動隊として、新選組ですね。が、勤労党の、アジトですね、いわゆる発見しては、殺しに行くということですね。まあ、そこで坂本龍馬もやられてしまったということじゃないですかね。まあ、坂本龍馬に関しては、これは、まあ、はっきり言って、死の商人ですからね。まあ、坂本龍馬が果たした役割は、幕末の、ちょこっと前にアメリカの南北戦争があったんですよ。そこで大量の兵器が余りましてですね、それをどっかにこの、売らなくてはならないということで、その南北戦争で余った鉄砲なりですね、兵器を日本に持ち込んだのがグラバーですね。グラバー商会なんですよ。で、その、まあ、だ、あの、その、下で働いたのが、いわゆる、坂本龍馬なんですね。ですから、長州と薩摩をなんていうの、同盟させてですね。で、戦争を、わざと、内戦を起こすわけですね。幕府軍とですね、そういうことをまあ、坂本龍馬がやったわけであります。まあ、坂本龍馬もね、まあ、大体、すごい人だな、なんか思ってる人は大体日本の中で1億人はいますね。これもつまり、新婚類なんですね。つまり、先ほど書いたのはここですね。これですよ。幻想回路新婚類って言うんですよ。これね。こういう幻想的な、なるものは。
と思っております。そこでですね、まあですからなぜこの、まあ、過激派の時代だったわけですね。この過激の時代だったわけですよ。この幕末から明治維新というものはですね。まあそういうことで一つこの手を叩きまして、で、これを応援したのがですね、家訓なんですね。応援したのは家訓なんですよ。家訓ね。まあ私、この家訓です。家訓。わかりますか？家訓ですね。この家訓、この過激というものは、この下級青年武士ですね。で、家訓というものは、これは大阪商人であります。のことを言うわけですね。堺とかですね。まあ、その頃の大阪というものはですね、やっぱり江戸よりも大きかったですからね。もうこの、大阪が栄え、日本のこの経済の中心地点だったわけであります。江戸よりも大きかったですよ。当時の大阪というものは。これは今の大阪市長のですね、橋本さんなんかも言っております。当時の大阪は日本で一番大きなですね、商業都市だったわけであります。あらゆる米が大阪に集まり、そこからこのね、だからこの草屋敷がいっぱいあるわけですよ。江戸ではありません。経済の中心はですね、江戸は、幕府政治の中心だったわけですよ。で、大阪は、経済の中心地点だったわけでありますね。あれ、ですから、各地で、この米とかね、全部、大阪に、まず、集約されていくわけですよ。で、そこから、この、なんて言いますか、流通していくわけですね。流通の、拠点でもあったわけですね、大阪というのは。だから、船がすごいんですよ。海鮮船とかですね。そこから北海道行って、このね、当時の、この、なんて言いますか、江戸ですか、昆布なんか持ってきて、それを、そういう、この流通構造、交易ですね。あと、商業、物産。あと、貨幣ですね。の中心地が、大阪であったわけであります。ですから、この大阪商人というのは非常に力を持っていたわけですね。で、この、例えばですね、この、そこには家訓というものがあるんですよ。この、代々この、大阪商人に伝わった家訓。これがすごいんですね。ですから、この家訓がですね、いや言葉ですよ。この、家の掟でございます。これが、皆様、明治維新を成立させまして、この近代資本主義を、が日本の中で、勃興できた理由なんですね。つまり、徳川幕府体制の時代がありましたね、300年間近く。その中で、力を持ったのはですね、大阪商人なんですよ。ですから、明治維新が始まりまして、この日本は飛躍的にですね、この、まあ、明治維新から近代ですね、いわゆる、まあ、私からの、歯がないもんでね、まあ、そう、決まる、近代ですね。近代ですよ。この近代というものは、まあ、いわゆる資本ですね。まあ、この資本主義とかそんなのやめましょう、もうね。資本ですよ。この資本による、この資本で、企業を作ったりですね、そういう、この、例えば、あれじゃないですか、
この間、今ね、有名な世界遺産になっているような群馬県のね、織物工場とかですね、そういうものを作る、これ資本ですね。まあ、それは主義とかも、そういうのやめましょう。資本主義とかね、そういうことをあんまり言ってもね、わからない、その、主義とかいうものはもうやめましょう。それを作り出すことができたんですね。それはですね、偶然的にできたわけじゃないんですよ。やっぱりこれは、300年間で、まあ、徳川幕藩体制300年間で、着々とこの、力をつけてきた、大阪商人の家訓、家の掟が、明治維新を起こし、で、この、日本のですね、資本というものを作り出すことができてですね、もうそこから飛躍的にこの日本はですね、なんて言いますか、この革命ですね、いわゆるもう、ものすごい、まあ革命というものは、この単に政治だけじゃないですか、この社会的なこの革命とかですね、あるわけですよ。革命というものは何も政治革命じゃないか、もう、世の中が変わっていくわけですから、どんどんね。鉄道が引かれたり。すごいわけですね。これは大阪商人の力だったわけであります。で、その要素は家訓。大阪商人に代々伝わってきた家の掟。家訓ですね。でっちぼこさんなんか働いてますね。ほんで、またこの、ね、いろいろ今、まあ、構造的にいろいろあると思うんですよね。そこなんですよ。ですから、この日本の資本主義というものはですね、もうすでに、まあ、資本主義という言葉を使って申し訳ありませんね。日本の資本の、まあ、それも考えますけどね。それは、もうすでに徳川幕藩体制の頃、大阪商人がですね、蓄積したからできたんですよ。明治維新からのこの近代の、まあ今、資本ですね。わかりやすく言えば資本主義ですけど、今につながるね。で、もうあの頃大阪はね、やっぱり、世界的にもすごい商業都市だったですからね、金融。で、米の先物市場なんかもやっぱり大阪ではもう、世界に先駆けてですね、始まってるわけですよ。それはなぜかというとですね、まあ何度も繰り返しますが、古代ユダヤの方々が日本に古くからいたからなわけであります。まあ大阪、京都なんかは、まあ聖徳太子を育てた秦氏がですね、作ったというのは、秦ですね、秦。氏が作ったの地域ですね、あそこら辺はね、京都、大阪とかね、あそこら辺もの秦氏ですよ、秦。まあ、中国で言えば、秦帝国ですね。始皇帝から始まってくるわけですよね。まあ、そういう構造になっているわけであります。まあ、ですから、まあ、結論的に言えば、明治維新というものはですね、この過激ですね。下級武士、青年下級武士の過激派と、それを助けた大阪商人の財力によって、明治維新が誕生したということなんですね。まあそういうふうに私は考えているわけですね。まあ考えてるっていうかね、これは私一人かもしれませんけども、まあそれでいいわけですよ。国民の皆様。個人というものはですね、まず体質が違います。で、生まれた、は、
もう違いますね。お父さんも違います。遺伝子も違うわけですね。あとは環境も違います。育った環境も。だから、個人一人一人は違うんですよ。考え方も違う。それでいいんですね。私はただそう思っているということでございますから。あなた様がですね、いや、そうじゃないだろうというふうに思っても、これは当然な方わけなんですね。いいじゃないですか、それで。そんな、ね、まあ、おめえが言ってるのは、どうせ、ある中の妄想だろうというふうに思って結構なんですよ。それでいいわけであります。これが人間の個人個人のこの感覚は違うわけですからね。朝から何言ってんだよと、この年末にですね、お前バカじゃないか、もうそのところであります。私はバカ丸だし、アホ丸だし、愚民丸だしの人間でございます。ですからこうやってですね、まあ朝からこの、焼酎知らん、朝に吠えるということで、やってる放送をですね、やって、まあこれが終わりましたら、まあ、YouTube にアップしたいと思ってますけどね。まあ、大体、今日のテーマはですから、日本におけるですね、過激と家訓についてお話しさせていただきました。ですから皆様、例えばこのね、徳川家康が作って、まあ、三代目の徳川や、家光がですね、鎖国政策を取ったから、徳川幕藩体制は非常にこのね、閉ざされた世界だというふうに、学校で教わってきたかもしれませんが、まあ、そういうふうに思ってる人はですね、おそらく日本の人口の中で1億人いますね。まあ、それだけ、それだけではなかったわけですよ。海が、日本は海洋国家ですからね。交易はあったわけであります。で、徳川幕藩体制の時、一番大きな都市は、これは、今の大阪市長の橋本さんなんかも言っておりますが、大阪だったわけであります。これは、大正時代まで続きました。大阪商人の力ってのはすごかったっすよ。で、この大阪商人の強さ。まあ、家訓にあったということなんですよ。家の掟ですね。例えば、この商店、この店の掟。にあったということなんですね。そこに、明治維新を生み出す要素があったということを私は言いたいわけであります。ですから、あれなんですよ、まあ、国民の皆様はこの言葉ですね、まあ、松尾芭蕉の俳句とかですね、まあ、言葉というのはそういう、これは文芸作品、この、なんて言いますか、文芸作品でありまして、そればかりじゃないんで、言葉というのは、起きてもあるんですね。それが、結構、重要な、核になるわけですね。次なる時代を生み出す。ということでございます。まあ、ですから、まあ、そこから言いますとですね、やっぱりこの戦闘ですね、いよいよもう東京から戦闘しなくちゃいけないと思うんですよ、思想。まあ、私は京都に戻した方がいいと思ったんですけどね、これ誰も相手にしてくれませんでしたね。もう、10年前からそうやってね、あしらの中で叫んでいたんだけど、誰も相手にしてくれませんでしたね。
まあ、そうしますと、まあ、大阪じゃないですかね。戦闘する場合は。大阪が今度は首都になればいいわけですよ。日本のですね、東京じゃなくて。まあ、そのように私は訴えたいと思うんですが、これは誰もまた相手にしてくれないと思うんですけどもね。戦闘は大阪にしろと、こういうことを、今後私は、ちょっといいんじゃないかというふうに思うんですかね。皆様いかがでございますか。東京はもうアッパブーだと思いますよね。もうね。まあ東京ばっかりこの資本が集中しちゃって。やっぱり、大阪に人を持ってきて、ほんで、橋本さんのようにですね、まあ、大阪と構想ですね。大阪と構想を実現するためには、戦闘が必要です。日本の首都を東京から大阪に持ってこなくてはなりません。そこで初めて大阪の都構想が実現できるわけであります。まあ、私はそう思っています。もっとダイナミックなんですね。大阪と構想、橋本さんの大阪と構想を実現するためには、もっとこのダイナミックな、戦略が必要なんですね。それは、日本の首都を東京から大阪に遷都するということなんですよ。遷都ということは非常に重要ですからね。日本が生き延びていくためには。古代でもですね、あちこち遷都してきたわけであります。奈良、平城京からですね、いろいろね、で、平安京に遷都したりですね、そのようになっているわけですから。恐れてはなりません。日本国民の皆様。戦闘が必要です。東京から大阪に、戦闘。大阪が首都になるんですね、日本の。で、それで、大阪と構想が実現できるわけであります。いや、そのようなことで、焼酎すらん、朝に吠えるということで、やらせていただきました。ですから、まあ、瀬島隆三さんも言いましたけど、今日も私は3つしか語っております。過激ですね。まず過激と、この、家訓。あと、この、遷都。この3つしか語っております。まあ、そういうことで、また年末もですね、頑張って、この番組をですね、やっていきたいと思います。やっぱり、闘争心ですよ。越冬闘争でございます。この闘争心によってですね、正月を迎えると、自分の体に。これが闘争心でございます。これが本当の正月の意味なんですね。まだ続いてたりですね。新しい年を自分の中に入れるということが正月の意味ですから。これは闘争心です。越冬闘争ですね。昭和基地の越冬隊ではありませんが、越冬闘争と言います。これが、日本のこの縄文時代から伝わる正月の送り方なんですね。まあ、そういうことで、皆様ごきげんよう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。失礼いたします。